私は平気ですけど。危うく光に押しつぶされるところだったぜ。いきなり光が降ってきやがったんだよ。だって急に揺れるんだもん。涼子ちゃんがクッションになったから大丈夫です。大丈夫じゃねえよ。俺は死ぬとこだったんだぜ。平気平気、涼子頑丈だから。確かにどこも怪我してねえけどな。そういや見ねえな。ここにはいなかったですよ。いやいや、大したことはありません。着地の時人とぶつかりましてね。何でも大丈夫ですよ。それより艦長、エンジンの具合はどうなんですか？弱りましたね。ここまで来て足止めとは。一刻も早く極寒遺跡に向かわないと。艦長、ちょうどよかった。探していたところですよ。着地の時人とぶつかっただけです。どうということはありません。そんなことよりフレサンジュと連絡を取りたいのですが。しかしここでのんびりしているわけにはいきませんよ。よくはないね。かなり無理させてきたんで、あっちこっちガタが来てるよ。交換パーツがありゃもっと早く直せるんだがな。艦長、現在位置の確認ができました。ブリッジまで戻ってください。現在位置の確認ができました。現在火星極寒遺跡から南に約1200キロの地点です。旧ネルガル研究施設の近くですな。ええ、今は使われていませんがね。まあ可能性はありますが。それを取りに行くつもりですか？なんだ？よし、分かった。ちょうど退屈してたとこだしね。寝起きの一仕事。レーダーおよびセンサーがまだ完全な状態じゃないんですよ。だいたいこの辺りだったと記憶しておるのですが。いや、確かこっちのはずだ。一体どっちなんですか？発進準備 OK だぜ。な、俺も出るからちょっと待ってくれ。急げよ。S
ステバリス隊発進するぜ。リョウコさん、くれぐれも移動距離に気をつけてください。なんでだよ。まだ重力波エネルギーの供給が不安定なんですよ。あまり遠くまで行くと帰ってこれなくなりますよ。まったく、使えない。了解。